はい、じゃあまずエスパラス戦の報告いこうか。じゃあユキ。はい、もう10分ぐらいしか出てないんですけど、自分たちが出るだけで流れがやっぱ悪い方向に向かっていくっていうのはあって、やばい、もう感じた、もうめちゃくちゃ感じて、で今までの練習がどれだけ、レベル低い練習やってたんかなと思って、まあ個人個人の部分でもダメな部分も多かったし、まあ試合に出ただけでも自分なりの成長っていう成長材料になることは結構吸収できたかなと思ってます。はい、今、自分は2回生かしてもらった身で、前回はプレースピードの話をしたんですけど、また今回も同じ話で、その実行のスピードも速いですけど、それにボールを受けるまでの判断力っていうか、自分で選択肢いくつ作ってるかとか、受ける前の準備だったりとかっていう質も高いし、その頭の回転も速いし、ざっくり言うと次元が違うっていうか、自分たちの練習と。なんで、今はもう5人ぐらいは1回はトップを経験してると思うんで、そこの経験をこのチームに還元させていかないと、成長はないのかなと思いました。はい、リュウ。僕はラスト5分ぐらいしかできなくて、自分のプレーであんまり何とも言えないんですけど、やっぱり差はあったなとは感じました。でも差はあったけど、差を詰めれない差ではないかなとは見て思いました。やっぱり出て、5分しか出てないけど、5分だけでなんか自分のいいところとか見せれる選手は多分いると思うんで、そこは次また5分でも、1分でも出たら自分がキープレーできるように頑張りたいと思いました。はい、ありがとうございます。